今回マックスウィンとラブーンのコラボ企画ということで特別な販売枠を設けていただいております。 MDR-PRO1 こちらの商品購入していただけますと3年保証はもとよりラブーンによる MDR-PRO1 のサポート代行いたします。また修理交換の際の手順の差別化、初期不良対応での差別化等、マックスウィンとラブーンのコラボ企画でしか受けれないサポートをご用意しておりますので、ぜひ興味のある方はマックスウィン、ラブーンのコラボ企画ご覧になってみてください。こんにちは。今日はデジタルインナーミラーのガチ比較の第2弾ということで、こちらトヨタの純正ノアボクシーのデジタルインナーミラーとマックスウィンの MDR の PRO1 こちらの比較をしていきたいと思います。トヨタ純正ノアボクシーのインナーミラーはドライブレコーダーとしての機能はついていないものなので、スマートミラーとしての見え方の比較を今回はしていきたいと思いますので、ぜひデジタルインナーミラーこれから購入したいなと思われる方は最後までご覧になってみてください。スマートミラーとしての見え方の比較の前にこちら各々で機能の比較をしていきたいと思います。でまずはこちら見ていただいて、こちらの方が少し全体的には大きなミラーとなっております。でこちらの PRO1 は少しこのトヨタの純正のインナーミラーと比較をするとコンパクトな作りになっているという印象があります。ただしこのミラーのディスプレイの大きさ自体というのはこれ PRO1 9.2 インチなんですけれども、見た目としてはそんなに大きく違いがないように見えます。それからここ自体はおそらく同じだと思うんですけれども、ガラス素材で作ってあって、状況によってこのミラーが破損してもガラスが飛散しないように乗員を保護してくれる、そういった素材になっているんですけれども、この PRO1 も同じ素材で作られております。自動軌道調整と鏡面モードをご紹介していこうと思うんですけど、このように自動軌道調整、今こちらなんですけども、これマニュアルでこのように調整ができて、また前にセンサーがついています。でこれを今指で塞いでるんですけど、そうしますとこのように暗くなります。このように自動軌道調整というのがついております。こちらは鏡面モードによる後ろからの乱反射を検知するセンサーとなっています。それをご紹介すると、このように今オンの状態にしています。でこれをオフにすると、はい、このような形でこの画面の色が変わったのがお分かりいただけたかと思うんですけど、これが鏡面モードによる防減機能となっております。でこれをオートにするとどうなるかというと、今現状だとオートにしても特には変わらない。でもオンにするとしっかりと防減機能が効いてくれると。そういった機能となっておりまして、この機能はトヨタ純正のデジタルインナーミラーにはついているんですけれども、 PRO1 にはそういった機能というのはついていなくて、もうそのままミラー上で防減機能というものが搭載されているというものになっております。でその違いを比較して見ていただければと思うんですけど、今トヨタのインナーミラーは鏡面モードにして今防減をオンにしています。でも今下のこちらの PRO1 はこのスクリーン上ですでに鏡面モードに入っているということで、これはオフにするとかオンにするってことはできなくて、このミラー上でもう鏡面機能というものが搭載されているというのが見てお分かりいただけると思います。ちなみに防減性能なんですけれども、これが今防減ミラーにしている状態です。でこれを切ります。そうするとこの状態になります。さらにオート、まずとこの状態、もう一度オンにします。そうしますとこの状態になるんですけれども、特に遜色がないのがお分かりいただけるんではないかなと思います。次にデジタルインナーミラーとしてすごく重要な部分というのが、この昼間でも明るいかどうかということになります。
安いインナーミラーを買いますと昼間非常に暗くて、このガラス自体の乱反射の方が強いといった状態で非常に見えにくいわけなんですけれども、これ見ていただくと今最高輝度に両方とも設定してあるんですけれども、非常に綺麗に映っているのがお分かりいただけるんではないかと思います。こちらも同様でして、こちらに明るさ調整という項目があって、ここを押していただくと、でここが A と今なってるんですが、これでオート輝度調整になります。でもちろん手動で設定するということも可能になっております。でマニュアルの状態ですと、ここを押せば一般モード、高輝度モードということで切り替えができるようになっています。であとはこちらなんですけど、高さ方向の調整、これも PRO1 にももちろんついております。こちら見ていただきますと、アングル調整を行って、これ今一番下にしてあるんですけれども、このように高さ方向の調整というのが任意でできるようになっております。この横方向の調整っていうのはこちらのトヨタのインナーミラーというのはついてるんですけれども、PRO1 は後付けタイプになっておりますので、まあ、カメラの位置によって左右の調整というものができると。でこちらも同様なんですけど、カメラの傾きに関してもメーカーオプションになってしまいますので、カメラ自体はもうついてくる状態なんで、傾きというのもこのデジタルインナーミラー側で調整するようになっております。で違うところはここで、このデジタルズーム機能というのがついております。でこちらの PRO1 はまあそれがついていないといった状態になっています。で今一番低い倍率に設定している状態なんですけれども、この支柱今見ていただくと分かると思うんですけれども、より前に映っている状態なので、まあ、距離感としてはつかみやすくなっているのかなと思います。これだと遠いよねっていうことでしたら、もっとこう近づけることによってより距離感をつかめるようになっております。ここが結構違うところかなと思います。で最後に一番大きく違うところは、こちらはドライブレコーダーはついていないということ。でこちらの PRO1 に関しては前後収録できるドライブレコーダーがついているということで、ここを見ていただきますと常時録画もできますし、イベント録画もできるということになっております。でさらに駐車監視までついてしまっているということなので、この辺が大きく異なるところになっているということを皆様にお伝えできるかと思います。それではスマートミラーとしての見え方の比較ということで、走行しながらご紹介をしていきたいと思います。まずモニターを見ていただきたいんですが、トヨタの純正はかなりカメラで撮影をするとちらついているような状況がお分かりいただけるかと思います。まあ、実際にはこういったちらつきというのはないんですけれども、それに対して PRO1 はカメラで撮影しても全くちらつきというのがないといった状況になっております。でこれはおそらくなんですけれども、フレームレート自体がかなり荒くなっているといった状況があるというのが原因なんではないかなと思います。明るさなんですが、モニターを見る限りトヨタ純正の方が明るいと思われる方が圧倒的に多いんではないかと思うんですけれども、実はこの PRO1 は輝度値が1800カンデラということで、トヨタ純正よりも輝度値が高くなっていると思われます。ですが明るさという意味で見るとトヨタ純正の方が明るく見えるということなんですが、非常に矛盾した言い方になっているんですけれども、実はこの理由というのがありまして、先ほどフレームレートの話をしたんですが、トヨタ純正はフレームレートが非常に荒いという状況で、対して PRO1 はフレームレートが 60fps あります。でこのフレームレートを上げていくとカメラのレンズから入る光源が少なくなってしまうということがありまして、そうすることによってモニター自体の輝度値が高かったとしても映像自体は暗く映ってしまうということがございます。
したがって今市街地の昼間の走行を行っておりますけれども、フレームレートが荒いということからカメラに入ってくる光源が多いということによってモニターが明るく映っているのがトヨタのインナーミラーで、 PR01 はモニター自体の輝度値は圧倒的に高くなっているんですけれども、フレームレートが 60fps でシャッター速度が高いがゆえにトヨタのインナーミラーと比べるとカメラの光源による差によって暗く見えているということが考えられるかと思います。フレームレートと明るさについての話をしたんですけれども、この PR01 は通常のドライブレコーダーと違いまして、フレームレートが 60fps もあります。それによってモニターの滑らかな動きというものを実現しておりまして、以前クラウンクロスオーバーに搭載されているデジタルインナーミラーも比較をさせていただいたんですけれども、そちらも 60fps ということで同じフレームレートを持っているのが PR01 になっております。もう一つ特筆すべきところがありまして、見た目のくっきり感が全く異なります。左がトヨタ純正、右が PR01 になるんですけれども、全くくっきり感が違うのがお分かりいただけるんではないかと思います。トヨタ純正は一般的なデジタルミラードライブレコーダーでも使われておりますアナログ転送方式なんですけれども、 PR01 は NVDS というデジタル信号方式というものを使っております。その方式の違いもありまして、カメラから入ってくる映像の解像度が非常に高い状態でモニタリングできるというメリットがあるのがこの PR01 になっております。次にトンネル走行時の映像なんですが、主に HDR 補正について見ていきたいと思うんですけれども、今明るいところから暗いところに入りました。で、見ていただきますとミラーのこの違いお分かりいただけるかと思うんですが、トヨタ純正の方が少し暗めに映っているのがお分かりいただけるんではないかと思います。まあ、それに対して PR01 は終始明るさを保っておりまして、先ほどご紹介した通りでくっきりと映し出しているのがお分かりいただけると思います。で、ここから暗いところから明るいところに出た時の映像の違いを見ていただければと思うんですけれども、 PR01 は終始安定してくっきりとした鮮明な映像になっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。次に暗いところの明るさということで、建物の中の駐車場をご紹介したいと思います。今明るいところからまた暗いところに入りましたけれども、トヨタ純正はもう暗い状態になっているんですけれども、 PR01 は非常に明るいままモニタリングしているのがお分かりいただけるかと思います。で、そこでまた補正が入ってトヨタ純正も明るくはなってくるんですけれども、今こちら輝度の状態を確認してるんですけど、こんなに暗かったんだっけなってちょっと思ったんで確認したんですが、輝度値としてはマックスの状態になっています。それでもこれだけの明るさの違いというものが出ているのがお分かりいただけるんではないかと思います。で、こちら今照明がついているので明るいところと暗いところとこうまばらになっているところがあるんですけれども、今度暗いところにまた一瞬入るシーンがあるんでそこを見ていただければと思うんですけれども、はい、今また暗いところに入りましたが、ここの状態になりますと一瞬モニターが暗くなるのがトヨタ純正ですけれども、 PR01 は終始安定しておりまして明るさを維持しているといった状態となっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。次に照明がないところでの明るさの比較をしていきたいと思います。ここですとかなり大きな違いが見られると思いますのでご覧いただければと思います。今暗いところに入ったんですが、もうこの瞬間見ていただければすぐお分かりいただけると思うんですけれども、明るさの違いがもう全く違うのがお分かりいただけると思います。PR01 はもう周りの状況もしっかりと見える中でも、トヨタの純正は、まあ、暗いところですとほぼ黒つぶれしているような状態になっておりまして、まあ、視界がほとんど見えないといった状態になっております。また視野角なんですけれども、トヨタ純正は不明なんですけれども PR01 は水平68度ということで、
通常のドライブレコーダーよりも半分ぐらいの視野角になっております。ですがさらにトヨタの純正は視野角が狭い状況となっておりまして、こちらも見ていただくとベンツの A クラスが止まってますけれども、それでも見えない状況になっているのがトヨタ純正になっております。またこちら今消火器が見えるんですけれど、消火器もこのミラーの端になっているのがトヨタ純正、さらに今バックしている状況なんですけれども、 PR-01 は消火器が見えるような状況なんですけれども、トヨタ純正はもう見えていないといった状況になっているので、かなり後方の視野角が狭くなっているのがトヨタ純正。 PR-01 はドライブレコーダーももちろん使えるという前提になっておりますので、視野角が広くて良好な視界を保っているのがお分かりいただけるのではないかと思います。はい、ってことで今回はトヨタ純正ノアボクシーのメーカーオプションのデジタルインナーミラーとマックスインからリリースしております MDR の PR-01、 今回はデジタルミラーとしての見え方の比較をご紹介させていただきました。トヨタの純正ミラーは昼間は非常に明るくて見やすいんですけれども、暗いところであるとか、あとは夜、まあ、夜実際には試せていないんですけれども、まあ、暗い場所で見る限りですと非常に暗くなってしまっていて、またこの映像信号というのがアナログのデジタル信号になってしまいますので、くっきり感が薄れてしまってノイズが乗ってしまうという状況もあって、通常のデジタルミラードライブレコーダーと同じような映像ということで非常に解像度の低い画質になるっていうところがネックなところとなっております。それに対してこの PR-01 というのは暗い場所でもくっきりとした鮮明な映像が出力されますし、またドライブレコーダーは今回このトヨタの純正のデジタルインナーミラーには付いてないので比較はできなかったんですけれども、別動画にはなるんですけれども MDR の A002 との比較の中での解像度を見ていただきますと、暗い場所でもナンバー認識がしっかりとできる、また止まっている状況ではなくて相対速度差が生じている中、要するに走行している状態です、その中でもナンバー認識がしっかりとできるほどの解像度を持っているということもありまして、これだけパフォーマンスの高いドライブレコーダーというのは今までなかったのではないかと思います。 MDR PR-01 は純正採用されたデジタルインナーミラーということがありますので、今回トヨタの純正ミラーと比較をすることによってこの MDR PR-01 の価値というものはより一層見えてくるのではないかということが皆様にお伝えできたのではないかと思います。はい、ってことで今回はこちらのトヨタ純正インナーミラーとの比較の観点でデジタルインナーミラーとしての見え方についてご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄の方にも貼っております。またマックスインとラブーンの特別企画というのを設けておりまして、こちらの枠で購入をしていただけますと他にはない特典がついておりますので、ぜひこちらの方もご検討いただければと思います。詳細はリンクに貼っておりますので、ぜひご確認いただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。